皆さんこんにちは、バシです。現在時刻は15時50分。本日はプエルトマドリンからエルカラファテという町に向かいます。そこにはペリトモレノという世界有数の巨大氷河があります。そこに行ってみます。さあ、ただいまプエルトマドリンのバスターミナルにやってきました。今回使うのはビアバリロチェという会社のバスです。2日前にターミナルで予約しまして71,680ペソでした。ただですね、今回エルカラファテまでの直行のバスはありませんので、一回リオガジェゴスというところで乗り換えます。リオガジェゴスからエルカラファテのバスはまたリオガジェゴスでチケットを取る必要があります。今回プエルトマドリンからリオガジェゴスは18時間の長旅となります。シートはそれなりに快適です。今多分給油かなんかだとは思うんですが、マドリンの隣のトレルという町で全員脅されました。まあ5分後ぐらいには戻ってくるとのことです。5分ぐらいで戻ってくるって言われたのに結局40分かかりましたね。まあさすがアルゼンチンです。同じバスです。さあ、時刻は10時28分。帝国より1時間半遅れでリオガジェゴスに到着しました。いや、長かったですね。ただ最終目的地のエルカラファテまではここからバスを乗り継がないといけないので、今からチケットを買いに行きます。さあ、今無事チケットを購入することができました。12時発なんで1時間半後ぐらいですね。31,200ペソです。エルカラファテまでのバスは15分前にやってきました。ここから目的地までは4時間ぐらいなので、さっきよりは楽ですね。さあ、時刻は16時20分。結局プエルトマドリンから丸1日かけてエルカラファテに到着しました。いや、過去最長の陸路での移動なんでさすがに疲れましたね。今一旦ターミナルから歩いて10分ぐらいのところにあるツーリストセンターにやってきました。ここで氷河の情報を集めたいと思います。今いろいろ聞いてきたんですけど、なんかツアーとかいっぱいあったんですね。ただ予算とか時間とか考えると自分で行った方がいいなと思ったので、今回は自力で行きたいと思います。なので一旦またバスターミナルに戻って明日のバスのチケットを取りに行きます。さあ、チケット買ってきました。会社によって若干時間は違うようですが、往復チケットで売られています。で、本来5万ペソなんですが、今プロモーションで4万ペソで買いました。さあ、それでは明日の準備も整いましたので、これから宿に向かいたいと思います。ターミナルからは歩いて25分ぐらいです。さっきから音入ってると思いますが、かなりの強風で寒いですね。まだ春に近づいてるんでマシですが、これ冬やったらほんまに凍え死ぬぐらいの寒さやと思います。パタゴニア地方は本当にどこにいても強風が吹いています。さて、無事今回の宿に到着しました。チェックインしていきます。さあ、チェックインできました。今回2人部屋のドミトリーで 1.5 泊で15,000ペソです。まあ 1.5 泊っていうのはちょっと融通聞かせてもらってそうなりまして、で、まあ今回共有部屋なんですが、私一人しかいません。洗面所だったりトイレシャワーは別の部屋についています。結構清潔です。そういえば今回の穴の近くに結構凶暴な野良犬が何匹かいるので、来られる方は気をつけてください。先ほど私めちゃくちゃ追いかけられました。さあ、それではこれから軽くこの街を散策していきたいと思います。さっき宿に帰って今の気温調べたら4度でした。それに加えて台風並みの強風なんで体感温度はかなり低いです。今最初の目的地に行くために若干中心地から離れた場所を歩いてるんですが、すごいのどかで静かなところです。人通りがほとんどなくて、たまに車が通るぐらいです。さあ、今最初の目的地である展望台にやってきたのですが、なんか湖かなり干ばつしてて、水がほとんどこちらにはないですね。ここラゴアルフェンティーノと言いまして、町のすぐ近くにある湖です。そして明日に行くペリトモレノ氷河の氷河がここに流れています。ここ水が手前まであったらすごい綺麗なんでしょうね。イキシナのバス結構湖綺麗やったんですよ。まあ明日見れるんで、そこを楽しみに行きたいと思います。 Google マップ上では結構手前まで湖が来てたんで綺麗なんかなと思いましたが、全然違いましたね。さあ、今回はですね、どうしても食べたい料理がありますので、ちょっと贅沢ですがここでいただきます。まあその食べたいものというのは外からも見えますが、こちらです。さあ、今回肉料理は頼みましたので赤ワインにしました。メンドーサのマルベックのワインです。香りはですね、かなり酸味の強いワインとなっています。多分肉とかなり合うと思います。
今香りの通り酸味が強くて渋いのかなと思いきや、すごい飲みやすいワインです。コロッと喉に入っていきます。なんかですね、口の中にワインの味が残らない感じで、すごい好みです。さあまず今回はグアナコのエンパナダスを頼みました。まずエンパナダスというのはアルゼンチンの名物です。餃子のカリカリ版みたいな感じですね。そしてグアナコはパタゴニア地方にいる野生の動物です。これはずっと食べてみたかった料理の一つですね。どんな味なんでしょうか。あ、このグアナコの肉はですね、ちょっと硬めですね。牛だったり豚に比べると噛み応えがあります。これミンチなんですけど、それでもちゃんと噛まないとって感じですね。味自体にはそこまで癖はありません。そこまでというか全くありませんね。なんかこの緑の香辛料、なんていうんですかね、これバジルですか、それの味が強いです。まあ噛み応えがあるミンチ以外にはちょっと特徴はないですね、今のところは。私これまで似た動物だとアルパカだったりリャマの肉を食べてきたんですけど、やっぱり似てますね。ただこっちの方が若干柔らかい気はします。私これまでエンパナダスって豚肉、牛肉、あとチーズとかハムとか定番のやつしか食べたことなかったんで、これはこれで美味しいですね。さあ今回のメイン届きました、ラム肉です。これがどうしても食べたかったものですね。このパタゴニア地方の名物となっています。一応この前バリロチェでは食べたんですけど、こういうパリージャっていうアルゼンチン風バーベキュー、それで食べたかったんですよね。すごい美味しそうです。うわ、これはですね、鳥肌立つレベルの絶品です。めちゃくちゃ美味しいですね。肉自体はかなり柔らかいです。これ匂いもそうなんですけど、味は結構獣臭がします。ただね、なんかそれでも美味しいんですよね。これ噛み応えはですね、一口噛んだだけでとろけるような感じです。すんごい美味しいです。筋張った感じも全然ないですし、数口噛んだだけでも飲み込めるような感じです。そしてこの肉はですね、もう凄まじく赤ワインと合います。頼んでよかったです。これあばらの部分は横幅30センチぐらいあります。結構大きいです。これですね、あばら付近の肉の方がさっき食べたところより美味しいです。こっちの方がジューシーですね。さっき食べた部分は柔らかかったんですが、こっちはそれとは比べ物にならないくらいもふわふわですね。続いてこの皮の部分をいただいてみます。これですね、不思議なことにこの皮の部分、すごいスルメイカの味がするんですよね。噛めば噛むほどそんな味が出てきます。謎ですね。これ最初食べた方の肉は若干獣臭がするって言いましたけど、あばら付近は甘いですね。味付けではなくて肉そのものの甘さです。そういえばこれ今回一緒についてきた、これはチミチリというアルゼンチンで食べられるソースだと思います。ピリ辛ですね。そんなに辛くはなくて美味しいです。これ今半分食べ終わったんですけど、すでに結構お腹いっぱいです。1人前やのにかなりの量です。続いてまた食べてなかった3つ目の部位を食べてみます。今切った感じかなり硬そうですね。そうですね、この部分はかなり筋の通った噛み応えのある部分です。ただその分赤ワインとの相性は抜群です。なんか今まで食べた部分の中では一番肉っていうのを味わえる部分ですね。美味しいです。ごちそうさまでした。とんでもない量でしたが、味は大満足ですし美味しかったです。いや、今のところめちゃくちゃ良かったですね。久しぶりに奮発して贅沢なご飯にしましたが大満足です。味もそうですし、店の雰囲気も良かったですし、なんといっても店員さんの対応が素晴らしいんですよね。もう全てにおいて完璧でした。すごいおすすめです。一つ、量に関してですが、割と量を食べられる私でも結構なパンパンです。なんで小食の方は1人前を2つに分けるとかの方がいいと思います。一応さっきのレストランから5分10分ぐらい歩いている今の場所が中心地なのですが、特に何もないですね。かなり小さな村です。ちょくちょく高級そうなレストランが並んでいるだけで、特に見どころはありません。なんでもうこれから宿に帰りたいと思います。さあ本日も無事宿に帰ってきました。明日は氷河の日です。おはようございます。現在時刻は朝の8時半です。本日はこの町の最大の見どころであるペリト森の氷河に向かいます。ただいま気温は0度なのですが、風がほとんどないので昨日ほどは寒くは感じません。さあひとまずバスターミナルに到着しました。おそらくこのバスだと思います。さあ出発の8分前に搭乗開始しました。今から乗り込みたいと思います。これ結構空席あるんで当日予約でも行けそうですね。
さん今1時間ぐらい走ったところで国立公園の入場料を支払うために下車しました。外国人は大人1人3万ペソです。さあ入場券購入しました。カードでも支払えます。さあ時刻は10時48分です。無事目的地に到着しました。到着したところにはレストランだったり売店だったりあと無料で使えるトイレもあります。それではこれから氷河を拝みに行きたいと思います。さっき実は道中から見えてたんですけどすごい迫力です。そしてですね道中では結構雨降ってたんですけど着いた時には無事止んでくれました。この氷河付近にはこのように小道が作られていますので迷うことはありません。帰りのバスはさっき降りたところから15時半に出発するんですがそれまで結構時間があります。でルートはいっぱいありますので回れるだけ回ってみようと思います。すげー今展望台に向かってる途中なんですけどもすでに凄まじい迫力を感じます。今氷河一瞬見えてまたすぐに隠れてこんな道歩いてるんですけどすでに鳥肌立ってますね。すごかったです今のところ。ちなみに今歩いてるのはパセオデルボスケっていう緑のルートですね。ボスケっていうのは森とか森林とかいう意味なんですけどもその名の通りの場所です。さっきバスでこっちに向かってる途中にキツネ注意の看板が何個もあったんですがこの辺にもいるんでしょうかね。あこれやっぱりキツネをはじめとする何種類か珍しい動物はいそうですね。プーマだったりグアナコだったりスカンクとかもいるようです。今15分ぐらい歩き始めてようやく見渡せる場所にやってきました。ちょっと圧倒されてますね。すんごい迫力と綺麗さです。でですねこれパッと見大きさわからないかもしれませんが看板によると高さ40メートルらしいです。そしてこっち側右側の高い部分に関しては70メートルとのことです。もうすごいですね。そしてここからだとそうには見えないかもしれませんが横幅は 4.4 キロらしいです。歩くと1時間ぐらいですね。さあより近くにやってきました。このペリトモレの氷河は世界で3番目に大きい氷河らしいです。そして地球温暖化の中でも今の成長し続けている珍しい氷河だそうです。でさっきからバリバリと崩れ落ちる音もしてるんですね。できればそれカメラに収めたいなと思ってます。そしてですねこれカメラ越しに一つ聞こえてるかわからないですが氷河と水が打ち合う音ですかね。なんかマグマみたいな音がしますね。ボコボコボコってずっとしてます。今ですねようやく向こう側の雲が取れ始めてきまして目の真ん前にはペリトモレノ山っていう山が見えています。いやこれそれにしても今日風がなくて助かりましたね。カラファテ市内よりも結構寒いんでこれプラス風やと多分凍え死んでました。さあ今第二展望台というところにやってきました。おそらくこっから見える景色が真正面からのはずです。ここからは氷河から崩れ落ちた流氷がいっぱい見られます。これさっきから思ってたんですけどなんで白でも透明でもなくて水色なんですかね。なんかの成分によるもんなんでしょうかね。これやっぱりせっかくずっと崩れる音はしてるんですが実際に見るのは難しいかもしれないですね。っていうのはまだ冬、春に差し掛かった頃なんであったかくないんですよね。南半球の夏にあたる12月から3月あたりは頻繁に崩れ落ちるそうです。これこの時期に崩れる瞬間を見るにはかなり気長に待つ必要があるそうです。今そこにボート通ってるじゃないですか。あれは別オプションでこっから乗れるやつです。結構流氷に近づけるそうです。で確かこのボート乗るには4万5千ペソだったはずです。今ですねこちらからは見えない向こう側の死角で結構大きな崩れが起きたようです。かなり高い波が立っていました。あの船がいるちょうど左側ぐらいで起きたんで今乗ってる人はかなりラッキーだったと思います。そしてですねすごい不運なことに今その崩れが起きたのが私がカメラをしまった1分間の間なんですね。それまでずっと構えてて起きてなかったんですけどちょっと運悪かったですね。ご覧ください。看板によると今見えてるのはたった 10% に過ぎないそうですね。文字通りの氷山の一角です。いやでもこれいつかこの氷河の上をトレッキングできるツアーにも参加してみたいですね。値段が25万とかなり高かったので諦めましたがいつかチャレンジしたいです。今氷河から若干離れましてパセオデラコスタという道を歩いています。ここ前はラゴアルヘンティーノという昨日行ってた場所ですね。昨日エルカラファテの街からはあんまり綺麗に見えませんでしたがここからはすごく美しく見えます。もちろんこのルートの展望台からも綺麗に氷河は見えます。
いや正直今日ほぼ一日ずっと景色の変わらない氷河なんですが、なんか綺麗すぎてずっと見てしまいますね。飽きないですね。すごい、今もう時間なんでそろそろ帰ろうと思ってたらすごい滑落起きましたね。音もなんか地鳴りみたいです。さあそれではもう15時になりましたので、そろそろバスのところに戻りたいと思います。結局氷河の崩壊が見れたのが1回だけですね。まあ、目の真ん前で起きたかつ中規模レベル以上のものが見られたのは1回です。ただ別の場所で起きてるのは何回か見られました。これ本当にハイシーズンにあたる12月から3月に来たら結構な頻度で見られると思います。ただですね、正直その崩壊が見られなくても結構満足できます。もうこの大自然に圧倒されますね。ここは機会があればまたいつか来たいですね。その時はミニトレッキングに参加してみたいと思います。15分前に同じバスがやってきました。これに乗ってカラファテに帰ります。時刻は16時48分です。カラファテのバスターミナルに戻ってきました。さあ今回カラファテ編はこの辺で締めたいと思います。もしここに来られる方は氷河はもちろんのこと、ぜひラム肉も試してみてください。次の目的地は世界最果ての地ウスワイアという町です。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。いいねやコメント、そして少しでも動画が良ければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。